皆さんこんにちは、鉄棒でございます。いつもひまぼうずチャンネルご覧くださいましてありがとうございます。さて、本日でございますけれども、このね、赤字ローカル線の惨状、本当に人口減が原因かという、記事がですね、これが、東洋経済オンラインさんの方で上がっておりまして、鉄道ジャーナリストの、北村幸太郎さんという方が書かれた記事でございます。直接に面識はございませんけれども、まあ、結構 いろいろな記事を東洋経済さんで書かれておられる方でございます。で、まあ、この記事 の細かい内容を、まあ、ここでお話をしてしまいますと、記事の、PV に、影響を与えてしまいますので、ネタバレになっちゃいますので全部はここではお話ししません。記事は、東洋経済さんの方に行けばありますので、赤字ローカル線の惨状、本当に人口減が原因かということで、まあ、アクセスランキングで上の方にある、余談になりますけど、東洋経済さんの、記事で鉄道の記事が書かれると大体いつも上位の方に出てくるんで、やはり、鉄道のマーケット市場っていうのは非常にウェブメディアの中でも大きいんだなっていうことをいつも思ってます。はい、まあ、だから私もこういう商売が成り立っているのかなとは思うんですけれども、はい、やっぱりなんだかんだって言って鉄道のマーケットって大きいんですよね。はい、すいません、余談になりましたけれども、で、まあ、その記事のまあ、概要だけちょっとお話しすると、まあ、要するに、路線で人口が沿線人口が、まあ、減ってないとか、減ってるにしてもちょっとしか減ってないのに、それ以上に、利用者がめちゃめちゃ減っている路線があるということで、まあ、いくつか例が挙げられているんですけど、まあ、小海線の中込から、小諸のところとか、米坂線の小国から坂町とか、あとは、内房線の君津から立山、それから陸羽東線、まあ、こういったところを例に挙げられて、で、沿線のなんか駅の周辺人口は、私も前に計算したことありますけれど、駅の周辺人口っていうのを、まあ、過去10年2010年15年20年かっていうふうに調べられて、でそれで、まあ、人口が、まあ、どれぐらい減ってるのか、年齢別に見てもその、高校生がどれぐらいなのかとかっていうところまできちっと調べられて、で、まあ、その人口の、まあ、減少率、まあ、場所によってはちょっと微増してたりとかするところもあるんですけども、まあ、そういったところの、まあ、減少率以上に鉄道の利用者が、まあ、めちゃめちゃ減ってると。まあ、それが例えばその小海線とか米坂線とかっていったところなんですよね。で、まあ、その減少率以上に利用者が減ってるっていうことは、基本的にそこに人がいるのにその人を取り損ねてるから、鉄道会社のそれは落ち度ではないかと。もう鉄道会社がもっと一生懸命やってれば、うん、利用者はもっと増えたはずだし、だからこんな赤字ローカル線の惨状っていうのは人口減だけが原因じゃなくて、鉄道会社も原因があるんじゃないかっていうようなことを、まあ、お話をされているわけです。まあ、詳しくは記事の方を読んでください。で、まあ、まあ、ちょっとここ赤字で書かせていただきましたけども、この観点で私今まで算定したことがなかった、計算したことがなかった、駅の周辺人口とかをダッと出してランキングにしたりしたことはあったんですけれど、まあ、それと、その利用者ですね、そういったところをきちっとこうリンクさせて、考えたことがなかったので、この観点というのは大変新鮮で、参考になりました。どうもありがとうございます。こういう見方もあるんだなっていうことで、まあ、人口の、ね、減少率とかそういうのはしょっちゅう調べて、いろんなところで、まあ、私もああいう数字をなんじゃかんじゃと いじくり回すのが好きなものですから、まあ、そういったことはやってきたんですけれども、駅の周辺人口を出して駅の、乗車人員とかを出したりしたことあったんですけれども、まあ、それをねこういうふうにリンクさせて、あ、なるほど、こういう見方もあるんだなっていうようなことを、まあ、思いました。はい、でただね、一方で、記事を読んだ時に思ったのが、まあ、他にもいろいろ要因はあるんだろうなと。まあ、確かにそこに人口はがあると、人はそれなりに住んでると、で人は住んでて、でそれをそれにもかかわらず利用者が減ってるっていうのは、確かに鉄道事業者の落ち度っていう部分もなくはないとは思うんですけれど、まあ、それを見るにはもう少しいろいろな角度から、見るのもいいんじゃないかなと、まあ、ちょっと思いまして、まあ、それについてちょっとここから下ちょっと書かせていただいたんですけれども、まあ鉄道路線があって
って、まあ、小海線でも米坂線でもいいんですけども、まあ、そこに、路線があってその周辺に人が、まあ、ずっともそれがむちゃくちゃ減っていってるっていうならともかく、まあ、津軽線の話じゃないですけど、まあ、今別町みたいに5000人ぐらいいたのがもう今2000人ぐらいになってるとかっていうんであれば、まあ、分かるんですけども、で確かにこのようにこういったところっていうのはそんなに、まあ、減ってないというのが数字として出ていると。ただそれを見るには一方で、あの交通分担率、まあ、要するに自家用車の普及率、利用率、そういったところとかも、合わせて見ていかなきゃいけないんじゃないかなというふうに思います。これが、そうですね、例えば全部はちょっとあの交通分担率って調べても出てこないところがあるんで全部出てこなかったんで、ちょっと佐久市だけ今出てきたんですけれど、これもちょっと古い数字なんですけど、平成もう11年とかの数字なんで、ちょっと古い数字なんで恐縮なんですが、例えば、佐久市の人口平成6年の時点で16万3692人が、平成11年で23万1927人なんで、まあ、ざっくり言えば、まあ、7万ぐらい増えてるのかな。人口が平成6年から平成11年、もうだいぶ前の話ですけどね、5年間で7万人ぐらい人口増えてるということで、すっげー増えたなっていうことなんですけれども、まあ、佐久市はそれだけ人口増えてると。でその佐久市から、小諸市、一番これはですね、この小見線見ても一番流動が多いところなんですけども、佐久市から小諸市、平成6年の、自動車交通量っていうのが1万5020だったのが、平成11年には2万2382、ですから、まあ、ざっくり言えば8000ぐらい増えてると。でこれちょっと数字ここにね、これはね佐久市都市計画基礎調査っていうところから出して見てるんですけれど、おそらく1日あたりの自動車交通量だと思うんですけども、こう1日とか何とも書いてないんで、おそらく1日だと思うんですが、まあ、とにかく、まあ、このように非常に増えていると、車の利用者が。で、まあ、こういったところが、まあ、あの別にこれ佐久市に限ったことじゃなくて地方としてみんなそうなんですけれど、結局のところ、まあ、それが増えていった、まあ、車の方が便利だから、ドアツードアで移動できるから便利でしょっていうことで、まあ、その便利になってきたのと、まあ、車がまあ安くなってきた、買いやすくなってきた、まあ、いろんな要因があると思うんですけれども、まあ、そういったふうに車がどんどん増えていく。でそうすると、まあ、行政、自治体も車中心の社会っていうのをもう作り上げちゃってるというのはもう皆さんご承知の通り、でもう国道沿いにとか高速のインターチェンジ沿いとかに行くと、もうロードサイドの店舗がいっぱいあるわけですよ。もう本当に、うん、いろんな店、そうだな、ファーストフードの店もそうだし、牛丼屋さんとかもそうだし、ファミリーレストランとかもそうだし、まあ、ガソリンスタンド、それからドラッグストア、スーパー、まあ、いろんなものがあって、まあ、究極系はもうイオンモールとか、中国地方とか九州とか行くと夢タウンとか、もう超巨大なショッピングモールとかが駅から離れたところにできちゃって、で、まあ、そういうふうにもどん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 車中心の社会になっていっちゃう。でまして、まあ、これ前もお話したことあるんですけど、ちっちゃい子とかいる家族連れだったらもう車の方が圧倒的に便利だから、もう車でみんな移動しちゃうわけだし、でそうすると、まあ、あのよくあるんですよ、シャッター通り、駅前商店街がどんどん衰退してしまうので、駅近くに住んでいたとしても、うん、駅近くのマンションに住んでいたとしても、じゃあその人たちは何で移動してるかっていうと、車で移動してるような人もいっぱいいるわけですよ、駅近に住んでいたとしても。でなんで駅近に住んでるかって言ったら、多分、うん、あのいろんな理由があると思うんですけど、一つの理由として考えられるのは、例えば高校生の娘さんとかお子さんとか、息子さんとかいたら、その子たちは電車乗ってまあ通うわけですよ、鉄道乗って通うわけですよ。でもお父さんお母さんどうするかって、車で行ったりとかするわけですよね。でこれがもう本当に2キロぐらい離れた場所でも、まあ、お父さんお母さんが自動車でブーンと駅まで行って、まあ、地方の駅行くと、もう毎朝のように見られるのは、もう駅に来ると自動車がひっきりなしに入ってくるんですよ。でそこであの高校生の子供たちを降ろしてお父さんお母さん行っちゃうっていう、まあ、家に帰るのか職場に行くのかわからないですけど、まあ、こういうのがいっぱいある。で鉄道の利用率が多かったら、あの駅前はある程度広がるっていうのは、佐久市で今例を挙げました佐久平駅の前なんか行くと、私佐久平駅と小諸駅の比較の動画とか出して大変あのいっぱい再生していただいてるんですけれど、確かに
あの辺は非常に発展してます。駅前にはマンションとかがいっぱい建ってるんですけど、ただ一方で駐車場が山ほどあるんですよ。でそれはどういうことかというと、そこまでみんな車で来るっていう、あの佐久平駅には小見線もあるにもかかわらず、小見線ではなくて、まあ、もちろんその小見線の駅の近くに住んでない人だったら当然そこまで車で来るんでしょうけども、そこまで来てそこから新幹線乗って東京に通勤しているとかっていう人がいっぱいいるわけですよね。佐久平駅ってそういう駅だっていうのはもうご紹介した通りで、佐久平、佐久市っていうのはもう人口も増えてるし、長野県では本当にもう勝ち組と言ってもいい、非常に、発展を続ける町でございますが、そういった町においてもですね、非常に車中心の社会というふうになりつつある、まあ、それを是正するような動きも最近いろんなところで出てきてはいるんですけれども、そういうふうになってるんですよ。で人が住んでるんだったら、途中にあの駅の、ね、間とかにも人がいっぱい住んでるなんか店があったりとか あるようなところだったら、じゃあ JR が駅作ればいいじゃんっていうような、まあ、考え方はもちろんあるんですけど、これに対しては非常にあのもうコストはシビアなんですよね。で結局、まあ、人口増に対する投資と費用対効果の算定というふうに、まあ、言い換えることができるんですけども、これって鉄道民営化の、まあ、弊害とも言えるものでございまして、で何か投資することに対してリターンがどれだけあるかっていうふうに考えるのは民間事業者としては当然のことなんです。ですから駅を作って、じゃあ途中に何か家がいっぱいあるから、そこにじゃあ駅を作りましょうと、じゃあその駅を作った時にどれぐらい人が乗るのかっていうようなことを考えて、その上で投資っていうのを決定するわけじゃないですか。ですから多少人が乗る程度だとおそらくコストが見合わないんですよ。で、まあ、その顕著な例っていうのがあの京王線にできた幕張豊砂駅、これ、総事業費が115億円かで、それで JR 東日本の負担は6分の1なんですよ。京王線であんだけでかいモールが前にあるっていうところでも JR 東日本って6分の1しか出してないんですよ。100、まあ、もちろん元が高いっていうのもあるんですけど、じゃあ安いところだったら出せるかって言ったら、じゃあ JR 北海道の例なんで、 JR 北海道お金がないから JR 東日本と一律に比べるのはちょっと、無理があるのかもしれませんけど、内陸高校駅、単線防線駅、もうプラットフォームとちっちゃい屋根があるだけみたいな家ですけど、家じゃない駅ですけど、4780万円、これは内陸市が全額負担しています。あの地方の駅だともうこれ行政の主導がもうトレンドなんです。あの JR が自分で作るっていう例はもう今ほとんどない。ほとんどの場合が西岸駅ですよね。だいたいあの行政がお願いをして、で走行費、まあ、事業費を出してみたいな感じですよね。もしくはそこの近くにある会社、まあ、この幕張豊砂駅だったら6分の5のうちの半分だっけがイオンモールかなんか出してるのかな、確かそうだったと思うんですけども、あの6分の5ちょっと割合はもしかすると間違えてるかもしれませんけれども、イオンモールと、自治体が出してるっていうような感じになってるんで、でちっちゃい駅、田舎のちっちゃい駅、まあ、内陸高校駅なんかそうですけど、これだともう内陸市全額負担みたいな感じなんで、でだから駅を設置するっていうのはそんなに実はあの簡単じゃなくて、なかなかあの JR は駅作らないです、うん、あの自分でお金出して作るっていう例は本当最近ほぼ見られないじゃないですかね。で一方で第三セクターだったら新駅の設置、都市鉄とか愛の風富山鉄道とかでも、やってますよね。東富山駅とか、越後、翡翠海岸駅でしたっけ、あの糸魚川の隣にある駅、こういったところはまああの第三セクターとしてあの作ってるんですけど、第三セクターっていうのは結局のところ自治体がお金を出しているものなので、基本的にはまあ行政主導なんですよ。ですからさっきの JR の駅に対して請願してお金を出して駅を作ってもらうっていう図式と基本的にお金の出し方としてはほぼ変わらない。第三セクターだったら結局第三セクター鉄道イコール自治体と置き換えても構わないんで、ですから自治体の意向があればあの予算をつけて駅を設置するっていうことはできるんです。近くに高校がある、近くに病院がある、じゃあその人たちの利便性を図るために駅を設置しましょうという極めてあの社会の、あのニーズに応じた駅の設置方法ということなんで極めて正しいと思うんですけれども、なんでそれが JR できないかというと、結局だからここに戻る、鉄道民営化しちゃったからっていうことなんですよ。
民営化したっていうことは あくまで資本主義の原理にのっとって動けっていうことなので、そこにこの社会的な責任を担う交通事業者というものを、都心部だけじゃなくて地方においてもやらなければいけないといったところに、このシステムの限界みたいなものを感じるわけですよね。はい、なの で またあと、よく言われることですけども、 JR と行政の間が双方が、無関心というとちょっと、昔で書いちゃったけど無関心というとちょっと言い過ぎかもしれませんけど、要はきちっと対話ができていない。行政の方にしてみると JR が話したいって言うと、廃線の話かみたいな感じで身構えるから、なんか今あっても話することありませんって、なんかやんわり断ったりとかするようなことになったりとか、なんかこうできればお金を出したくない、JR がそのままやってくれるのが一番っていうことなんで、で JR は JR の方でじゃあもう自分たちのやり方でやりますからみたいな感じで4両編成2両編成とかにしちゃったりするわけなんで、結局この風通しが良くなかった、その風通しが良くなった形っていうのが第三セクターなわけですよ。事業者と行政が一体になってるわけですから、行政の意向っていうのがそのまま事業者に反映されるわけでございます。今日このちょっと動画を出すんですけども、メインチャンネルの方ではひたちなか海浜鉄道の吉田社長にお時間をいただいて対談させていただいて、でそこで上下分離だとか第三セクターとか、上下分離のね限界とか問題点とか、第三セクターでどうしてひたちなかうまいこと言ったとか、あとは今各地方で地方鉄道の損廃とかするときに鉄道のことをよく分かっている人がいないとかノウハウが足りないみたいなことがあるんで、そういった人材に対する考え方がちょっといろんなお話をお聞きしましたんで、ぜひそちらもご覧いただきたいなと思う。今日、このあと、1時間後にそちらでは出るように設定済みでございますんで、はい、そちらもぜひご覧いただきたいなと思う。この今日ちょっとこのお話ししてることとちょっとリンクしてきます。やっぱり自分で社長として、経営のトップに立たれている方なんで、話の説得力というのも抜群にありますし、非常に参考になったお話でございます。そういったところだとひたちなかがうまいこと言ったっていうのはその動画をご覧いただくと分かるんですけど、行政と市民と事業者がもう三位一体でうまいこと動いてるんですよ。でこういう風になるとやっぱうまいこと動くんだなっていうのはよくわかるんですけども、実際のところ JR の路線だとなかなかそこまでいかないということで、今それをだんだん是正する動きっていうのは出てきてはいるんですけれども、そうですね、私もよく自分のチャンネルでも言ってますけど、民営化しちゃったんだからもうしょうがないでしょっていう部分はあるんですよね。だから結局国策としてそうやっちゃったし、かといって民営化したのがダメだったとももちろん思わないし、民営化したことによって本州の3社と JR 九州っていうのはもう完全民営化を果たしたわけですから、で、それが国が望む形であって、でもその結果として出てきているのがこういう問題とかも出てきているわけですよ。ですから赤字ローカル線の参上っていうのはもちろんその JR の責任っていうのがないわけじゃありません。そこにももちろん JR の責任はあるんですけども、何がどう誰の責任かっていうとやっぱり行政 JR 双方だと思います。で結局そういうふうにしちゃったっていう行政の責任っていうのも当然あると思います。昔ながらのシャッター通りじゃなくて駅の前に商店街があって、駅前にはにぎわってればもっと人は乗ったでしょうけど、とはいえなかなか難しかったとは思うんですけどね、車がこれだけ便利になってしまった以上、だからもうこれを是正するんであればもう行政が主導して駅中心の街づくりに変えていくしかないんですよ。特にその沿線人口が増えてるとかなんとかっていうところであればなおさらで、それをとっても難しいと思うんですけども、行政が自分ところでできるもんだけじゃなくて商業施設みたいなの持ってこなきゃいけないんですよ。でこれが本当に難しいで、長期的なスパンで考えなきゃいけないと思います。よくあるのが市役所とかシニアの人が利用するような設備とかそういったものを駅のところに持ってくる、これはもちろんその行政が自分のところでできることだから、すぐに取り掛かるっていうのはもちろんこれは全然間違いでもないし、それはむしろやらなきゃいけないことだと思うんですけども、その上でさらにやらなきゃいけないのはもう駅から離れたところにあるイオンモールを駅のところに動かすぐらいのことしないといけないんですよ。で
前に北海道の鉄道を語る動画でもちょっとお話ししたんですけれど、駅のところに商業施設作って、でそれであの JR もかませて儲けてもらえばいいと思います。それで稼いでもらえばいいんじゃないですか。そうすればあのその稼ぎでローカル線の、まあ、多少なりと赤字を埋められるんじゃないかなと思うんですよ。駅から離れた、同じその自治体の中に駅から離れた場所であったとしても、そこに、まあ、イオンモールじゃなくてもいいんですけど、なんか大きなショッピングモール的なものが存在するだけの人口があるんだったら、別にそれを駅のところに持ってきて、駅にでかい駐車場を作って、でそこに人来てもらえれば、とりあえず駅周辺はにぎわうはずです。うん、あの理屈から言えば、もちろんそんな簡単じゃないことは分かりますよ。すで、うん、にあるイオンモールをイオンモールじゃなくてもいいんですけど、何度も言うように、それを駅のところに持ってこいなんていうのはそんなに簡単にできることじゃないですよ。そんなもんできるっていうか、どうやってじゃあできんだって言われたら本当に難しいんですけども、イオンモールがあるのにさらに駅のところ作ったところで、ね、今まで駅のところにあった百貨店とかデパートとかが、郊外にイオンモールができて、でダメになって潰れてしまったっていう例はもう全国至るところで見られるわけでございまして、それをまた駅のところに戻せっていうのは非常にハードルが高いんですけど、でもそこまでやらないと駅の周辺のにぎわいって取り戻せないし、あの駅の周辺ににぎわいが取り戻せれば、おのずと鉄道を利用する人も増えていくはずなんです。昔の生活に戻れということですけど、でもそれって住んでる人にあの車の便利さを捨てて、鉄道に乗れっていうことにもなるんで、果たしてそれが市民のためになっているのかって言われれば難しいところでございます。極端な話、そういうことをしちゃうと、もうこの町は住みづらいって言ってよそに移られる可能性すらあるんで、そうするとそれはそれでまた自治体としても、それはあの有意識問題ではございますので、非常に難しい、バランスを取るのが難しいところでございます。なので本当にもう赤字ローカル線とかっていうことをについては、この後これをどうやって使っていくのかっていうふうになると、すっごい難しいと思います。本当に難しいと思う。これをどうやって社会の今あるシステムの中に、皆さんの住んで住民の方のあの便利さを損なわずに、鉄道をその社会の中に組み込んでいくかっていうのはすっごい難しいと思います。かといってね、バスもドライバーも足んないしっていうことで、まあ究極的には自動運転がね、一般的になれば、もうそうするとバスも鉄道もみんないらないとかっていうことになっちゃうね。電気自動車とか水素電池とかで走るような自動運転の車とかそのうち走り出したら、まあ極端な話、別に子供だって自分で自動運転だったら乗ってっていいとかっていう社会になるかもしれないし、まあ私が生きてる間にはそこまでならないと思いますけれど、はい、ということで、まあ明確な答えは出せないんですが、本当に鉄道の利用者を増やすということだけを考えれば、駅の周辺のにぎわいを取り戻すしかないっていうのが私の結論でございます。はい、ということで今日は以上でございます。ご視聴どうもありがとうございました。